夢の坂道はこの花の石畳まばゆく白い長い壁足跡も影も残り咲いたたどり着けない山の中へ続いてる寿司を行くんですけどね、回転寿司ね。前回は大丸水産っていう回転寿司があって行ったんですけど、そこは北海道の方の、まあ、北海道の魚を扱ってるみたいで、カニがたらふく食えるんでお気に入りになってるんですけど、スシローだとカニも出ないんで、なんか普通に僕が好きなのはサーモンとビントロばっかりたらふく食ってやろうと思ってます。